皆さんこんにちは、ベルディチャンネルのハルコンとエルキャットのイティちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。ここイタリアでは新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。ということでイタリア政府の法令のもと移動制限ということで、私たちは自由な外出はできないということで、このように家に閉じこもっております。さて今日は非常事態宣言を出したイタリアですが、その中でこういうことが起こってるんだよってことをお話ししたいと思います。それは詐欺行為です。これはねもうびっくりしちゃうんだけれど、こういう時代の中で詐欺行為を働こうという人が、ね、出てくるっていうことはね、こういう同じ状況の中では国を問わずいろんなところで同じようなことが起こる可能性があるんじゃないかなと思って、ぜひシェアしてみたいと思いました。まずこの写真を見てください。この貼り紙はフィレンツェのいくつかのマンションの掲示板に貼られたものなんだけれど、何が書いてあるのかっていうと、各家に検問の警察が来るので、その時に身分証明書の提示、家の中にいる人たちは居住区に住んでる人たちなのか、そういう調査をするので、調査員が来た場合は家の中に入れるように、家の中に入れないとか身分証明書とかそういう書類の提示を拒否した場合は罰金刑もしくは3ヶ月以下の懲役になります、というようなことが書かれています。これね、すごくもっともらしく書かれていて、イタリア政府からの法令みたいな感じで書かれているんだけれど、イタリア政府はこのような法令は出していません。ということでこれは詐欺です。これね、フィレンツェ市役所に勤めている友達から回ってきたんだけれど、こういう詐欺行為が広告されてるから知らない人が来たら絶対ドアを開けないようにって言われました。でもこれがマンションの掲示板に書かれていて、それで検問ですって来て家の中を調べさせてくださいって来たら、特に高齢者の方とかは入れちゃうと思うのね。そして家の中に住み働いたり個人情報を盗んだりすると思うんだけれど、現在イタリアで聞くのが、家の中を消毒するので家の中に入りますっていう人たち、それで家の中に入って消毒するようなふりをして家の中の金品を物色するみたいな。でもこのような状況下で消毒するから家の中に入れてくださいって言われたら入れてしまう人もいると思うのね。やっぱりあのウイルスって見えないものだからみんな怖いなと思ってるし、あと私のところにも電話かかってきたんだけれど、コロナウイルスのワクチンを作るのでそのための寄付をしてくださいっていう電話が結構かかってきていて、それでどこの機関ですかっていうふうに聞くと、なんとか団体でそれらしいことを言うんだけれど、それは国から認定されてる機関なんですかって聞くと、今認定されているところですとかいうなんか曖昧な答えが返ってきたりして、あ、じゃあよく知りたいのでサイトとか連絡先を教えていただけますかっていうと、それは教えられないっていうふうに言われるんですね。あ、だからそれは寄付という名の詐欺なんだなって思ってね。でもね、やっぱりこういう状況下でみんな怖い思いしてるから、実際に消毒したいとか検問に来るとか警察の名のもとに調査をするとかワクチンを作るから寄付してくださいとか、そういうふうに言われたらきっと引っかかってしまう人もいると思うのね。だから残念ながら、まあ悲しいことだけれど、そこにつけ込んでくる人っていうのもいるっていうことだから、不安が広がってる今、こういう詐欺は国を問わずに出てくるんじゃないかと思っています。実際にイタリアではこういうことが起こってるのでね、だから皆さんはこういうことが起これるんだっていうことをね、頭の中に置いといてくださると嬉しいです。はい、というわけでフィレンツェチャンネルではイタリアからこのようにダイレクトなニュースをお伝えしていきますので、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。最後までご視聴どうもありがとうございました。皆さんもくれぐれもお体を大事になさってくださいませ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。